観光38号予行演習です。中共が淡水下で陸海空から奇襲上陸を行ったと仮定し、陸軍は戦闘ヘリアパッチ2機と多用途ヘリブラックホーク4機を出動。まずアパッチが台北港を攻撃、ブラックホークから空挺降下を行います。海巡署の巡視船が中共ミサイル艇をマークすると、国軍は機雷敷設艇で防御。砂浜の爆弾を爆発、インパクトのある光景です。空軍も IDF 戦闘機を出動、フレアを発射し敵軍攻撃のシミュレーション。陸軍も多目的装甲車渡過機材を出動させ、台北市侵入を防ぎます。観光38号演習は25日から5日間全国各地で展開、国土を守り抜く国軍の信念を示します。